かただのヤバいやつみたいな。どうしよう。ちょっと待って。やばいやばい。もう本当にやばい。こんにちは、上野ありさです。今日はですね、意外とリクエストがめっちゃ来てた、ネオギャル時代のメイク、なんか再現をやってほしいっていうのが結構来てて、で、正直、私的にそんな変わった、まあ最近はさ、髪暗くしたりとか、松江区やめたりとか、ちょっと変化があったけど、それ、松役つけてた時ぐらいまで、そんなに自分的に、まあ、ちょっと薄くはなったけど、大きな変化を感じてなかったのね。なんか、ちょっとずつちょっとずつやめていったことが増えたから、だから、って言われても何が違うぐらいの感じでいたんだけど、今日はちょっと思い切ってやりたいなと思っていて、で、あのね、紫のウィッグをめっちゃ探したんだけど、ウィッグがなくて、でもうこの髪の毛なので、ちょっと完成度があんまり期待できないんだけど、やっていきたいなと思います。で、その当時自分がどんな感じだったかとかをいろいろみんなから画像もらったりとか、インスタで送ってくれた人ありがとうございました。あと、まあこのアリサ本を見ながらやって、この時違う、まあ、違うけど違うけども、このくらいの時の再現をねしていきたいなと思うんだけど、これとか見てもそんなに濃いよね。でも上も全部ライン引いてるしね。だからこれだよね、その当時やってたメイクはね。あ、ちゃんとハウトゥーも載ってますね、メイク。うん、ちょっとすごい大変どうしようもやっていきたいと思います。とりあえずやっていこう。はい。で、今日朝ドクタージャルトのなんか朝用クリームスラッシュ化粧下地みたいなやつをつけたので、緑色なんだけど肌に塗ると肌色になって、あの BB じゃないけどみたいになるやつで、今日初めて使ったのね。で、普通にクリームぐらいたっぷり取っちゃったら、なんかすっごい量ですっごい白くなっちゃって、多分少量でこれつけたらめっちゃいいやつだと思うんだけど、だからちょっともう下地は塗ってある状態なんだけど、上からこれ肌色ちょっとついてるから上からやっていいのかなとか、どうしよう。まあでもとりあえず下地からやっていきます。まあ下地はね何も変わらず、ディオールのいつものやつをつけて、本当に大丈夫かな。なんかズラがあると一気に多分さ変身感は出るんだけどさ、もう顔が真っ白白よ。はい、ファンデーションは一応その当時は、え、すごい待って、今より薄いかも。ナチュラルな肌作りのために薄付きの BB クリームをベースにチョイス、スポンジで優しく肌をなぞるようにって。 BBにサノーランのゴールドのコンシーラーしてパウダーをのせてるだけだって。超肌薄くない？今より全然薄いじゃん。嘘でしょこれ、そんなだったんだっけ。ディオールのスキングロー。けどみんなが再現をやってくださいって言うっていうことはやっぱ変わったってことだよね。変わったよね、確かに。それは思う何の話。いやマジで髪の毛どうしよう。はい、お肌はやっぱ下地があれしっかりしてたから、お肌もすごいなんか月がいい気がする。コンシーラーいらない気がするんだけど、うん、コンシーラーなくていいかな。はい、でパウダーやっていきます。パウダーは その当時もプリズムリーブル一択だったんだけど、ちょっとね肌を気持ち暗くさせた方がぽいかなとか勝手に思っているので、こちらネオヌードリキッドパウダー4番、これをとりあえず顔に塗って、ちょっと暗くなるかな。で、どの時期がいいんだよ、もう分かんなくなっちゃって本当にごめんなさいっていう気持ちです。どうしたらいいんだろう。コントやっていこう、しっかりめに。そういうんじゃなかったんだっけ。けどなんか、まあ、最終っぽくなればいいよね。あんなに毎日何も考えずにできてたことが、いや、なんかどの時期に何してたっけってなっちゃってんだよね。これ大丈夫そう。で、ノーズシャドウ、まあ、RMK のこちら。ここら辺までは多分変わってないというか、ノーズとかはずっと入れ方一緒だけどね。あと眉毛なんだよね。眉毛が実は変わってないんだけど、多分変わってるからむずい。眉毛は普通に黒かったよね、ずっと眉毛は。多分私はこれがいいと思います。歌舞伎ブロースタイル、これで描いてぼかすのが正解っぽくない。なんか YouTube 始めたぐらいの時だったらまださ動画も残ってるしさ、結構あれなんだけど、髪が紫とかタトゥーチョーカー時代のメイクはさすがに覚えてない。ちょっとこれ今っぽい分かんないよ。こんな眉毛してたっけ。パウダーで描いてたのかな。はい、チーク
チークなんだった？オレンジだ、そう、オレンジチークみたいな。これとかいいんじゃない？いつのみたいな。RMK のチーク。こうなんかちょっと下目に入れちゃってるね、間違って。こんな感じじゃない？多分。これシェーディングなのかな？けどやっぱチークはあんまり見えないんだよね、写真で。はい。あ、でもさ、これとかさ、結構さ、これね、ベストドレッサー賞をいただいた時のやつで、眉毛こんな濃くしてないわ。一回これでも練習したんだよ、ビデオ撮る前に。練習したんだけど、うん、まあ大丈夫かな、みたいな感じになっちゃって。はい、そしたら、アイシャドウはマジ濃かった。シナモンで、これでいける気がする。やってみまーす。眉の下に、一旦ハイライターっぽいのを入れて、ちなみにこれ。いいよ。これです。入れて、マイルズネオギャル時代のメイクしてんだけど、何か違う？この時と。でも違うよね。このスティッキーバンを結構大胆にいきます。何が違うんだろう。てかどんなメイクしてたか覚えてない？出会った時、2014年出会った時どんなメイクしてた？私復唱してるだけじゃん。それそれを聞いてんだよ。え、今より濃かった？そうかな。はい、使い物になりませんでした、マイルズさん。もっと濃かったよね。これいこう。このアイム、あとやっぱ化粧がもっと下手だった。その当時でもなかなかできてた方だと思うんだけど、雑だった気がするんだよね。でもこういう赤みの茶色は使ってないな。いや、こんな赤茶じゃないわ、ごめんなさい。あ、これだね。こういう色超使ってた。こういう色、いまだにやっぱり好きな色は、あ、こう変わんないよね。赤みある茶色よりやっぱこっち系の茶色の方がやっぱ好きだった。ちなみに今日はこれを撮影している本日、マイルズと7年記念日なんですよ。7年、おめでとうございますって。すごい、なんか大丈夫7年記念日で、今日はディナーに行くのね。で、結構ファンシー系のディナーに行くから、ネオギャルみたいなメイクで行っていけるのかなっていう。はい。で、目の下は見てたんだけど、せっかくだからなんかちょっと紫とか行っておこうかな。しっかり、結構これちょっと違う感じの紫だけど、これでぼかすみたいな。え、ほぼ黒なんだけどピンク混ぜよう。え、ほぼ黒みたいな。全然違う、やばいやばいやばい、やばい、ミス。こっちのがライムクライムっぽい。時代を感じますね。あ、そうね、こっちだね。え、全然違うね。まあちょっとごめんなさい。で、目頭はキラキラ、それは変わらない。やっぱ目頭キラキラ入れちゃうのってギャルだよね。で、え、あとまつげとリップ。え、絶対違くない？え、やばい、本当に超クレームきちゃうやつ。どうしよう。アイライナーはね、すごかったもんね。すごいクイーンってやってたので、それを頑張ってやっていきます。一筆書き、もっと言ってたかな。もっとクイーンだったよね。こんな感じじゃない。で、全部引いてたので全部引きます。え、なんか超変なんだけど、アイライン。つけまつけまに行きます。なんか覚えてるのは、目尻に松江くんに目尻足してただったか。そうだね、だからつけま2枚重ね行きます。今も売ってるのかちょっとわからないんですけど、多分これは、ゆうきちゃんコラボのパールアイというやつで、やってみるね。え、つけまマジ久々。このためにちゃんとアイプチを買いました。懐かしいな、このつけまののりをつける作業とかさ、ってやってさ、よし。そう、確か私目の横幅が意外とあって、これ足りないから目尻つけてた気がする。こうやってやってた、超懐かしい。でもやっぱちょっと下手になってるな。はい。で、目尻はこの濃いのいきますよ。せっかくなのでね、がっつりやりたいと思います。いつもさ、つけま時代とかカラコンつけま時代飲み行ってさ、酔っ払ってくると、あ、もうマジだるいみたいになって、カラコン取ってつけま外して飲むぞみたいな
謎の気合みたいなやってんのも深かったな。あーもうこっちビロビロだわ、浮いてきちゃってる。ちょっと超下手かも。端につけすぎたんだよねこれきっと。だからさ、言ったらさ、井原葵ちゃんとかってさ、葵ちゃんの年齢とかの時に私これやってたわけじゃん。マジ大人だよね葵ちゃんってって思う。うん、話ができないぐらい集中してます。もう涙目だね。でもこんくらい、なんかちょっと違くない？これじゃ濃すぎんのかな。やばいやばい、乾く前に外さないと。これじゃないわ。はい、ちょっとミスったのでこちらのつけまつげにしてみたいと思うんですけど、これは何か分かりません、すいません。家にありました。つけてたのかな、今自分の顔にさ濃く感じるだけなのか。あ、こういうのだったわ。ぽくないぽくない、やばい、マジでこれ再現してみたらできなかったみたいな企画になりそう。その当時の話とか本当はしながらやっていきたかったんだけど、いやでもその当時ねマジ記憶がない、忙しすぎて。本当にいつもなんかその時振り返ると忙しかったって死ぬほど言ってるんだけど、いや本当に楽しかったな毎日。今も楽しいんだけど今と違った楽しさでしたね。おお、やばいやばい、こっちはうまくいったんだけど、これ目頭が取れてきちゃってるので修正入ります。これでいけるかな。これやるとすっごい変についちゃうんだよね。はい、アイライナー上から綺麗に引いて、はい、まつげまだいきますよ。まずはこれをなじませるために上にマスカラ塗ります。で下もがっつり塗っていきます。で下ラインは引いてなかった気がする。引いてるね。引いてないか、引いてないわ。でリップがライムクライムがねなかったので、アルマーニの520番です、リップマエストロ。ほら、てかやばいか完成度が。全然なってないよね。アイラインもっと跳ねる。ちょっと一回これを仮にこうしたとして、こんなことしてなかったけど別に、一回こうしてみて、全然違くない？あ、カラコンちょっとカラコン入れてみようか。だけどアイライン確かにもっと跳ねてたわな。だけど相当もう跳ねてるけどな。みんなきっとシアーグレーだろうなって思うと思うんだけど、実は私多分ジェリーブラウンの方がめっちゃつけてたので、ジェリーブラウンに今日はしてみたいと思います。逆にでもシアーグレーにした方がぽくなんのかな、どうしよう。でもねこれね、企画が出た時にネオギャル時代を再現みたいな結構リクエストも多いし、今そのチームと一緒に企画会議とかやってね YouTube やってんだけど、その時に不安だなって思ってたの。濃いよね、でも濃いんだけどネオギャルでもないか。で着替えてみる、着替えて調整入るか。ちょっと一回着替えてきます。やばい、いきます。じゃーん。なってないよね。なった、ちょっと、まあ、とりあえずここでごまかしたじゃん、これもごまかしたじゃん。でこのトップステンプル超懐かしいトップス着て、なんかただのやばいやつみたいなんだけど。いやでも確かにこの時もただのやばいやつだったんだけど、ちょっと今これ撮るか。いやでもしてた方がちょっとって感じだよね。失敗じゃん。どうしようこれ。いける企画。やっぱまつげが足りない？もうなんかアブリルラビーンファンみたいな。ちょっと仮にこうするとするやん。ちょっと超適当だけど。こんくらいやった方がよかった。はい。というわけで残念ながらうまくいきませんでした。イエーイ。ハベにもしてるし。何が違うのこれ。年？髪？ちょっと待って、でも顔はこんな感じだよ。結構濃くない？ちょっとこれみんな的にアリスちゃんこうだったよとか、ここが違くないみたいなのが瓶でつけるあれば教えていただけたらと思います。ちょっと一回瓶でつけてみたいと思います。なんかねこんな可愛い瓶でがあるの。これセプタムと瓶ではやりすぎだよね。しかもちょっとこの瓶でガチすぎて
ちょっと違うな。しょうがないよね。だって32歳だもん。待って待って、最後の最後のあがきでちょっとシアグレーにさせてください。変えますから。こ来たかも来たかも来たんじゃない。ちょっとここら辺めっちゃ汚いんだけどさ、まあ、クマあったしそれでいっかみたいな感じなんだけど、どう、え、来た。ちょっとテンション上がってるんだけど。セプタム、セプタム来たっぽくない。来てませんか。シアグレーを入れたらこんな感じになって、ちょっと北これっぽいんですけど、どうでしょうか。はい、というわけでエンディングにつながります。はい、そんな感じで今日はネオギャル時代を再現してみたっていう動画ですけども、全然ただなんかパンク女子みたいなわかんないんだけど感じになっちゃったので、すごく悲しい気持ちでいっぱいなんですけど、ちょっとこれマジでちょっとリベンジしたい。逆に、あ、全然こんな感じだったよっていうポジティブなコメントもお待ちしておりますし、あ、これここはこうじゃないっていう優しいあのアドバイスみたいなのをもらえたら、またいつかこういう企画をやるときに反映できたらと思うので。これでも紫のウィッグあったら違かったとか、髪のせいにしてるけど多分顔面だよね多分。あ、けどさ、なんかどういう顔してたんだっけ、ちょっと待って。みたいな。違うね、これは。残念。ここまでつけて。撮っとくわ、これ次の企画の前に。はい、そんな感じで、よかったら低評価しないで高評価してもらえたらと思いますけれども、歯がまたハメにしてますね。はい、というわけで最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねとぜひコメントもお待ちしております。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。これ。